とも赤文字せよ赤文字マッドスティビー、はい、お願いします。さあ来ました、アゴでくらえラウンド1草加店さんですよ。ラウンド1、はい、はあ、一体どういうことなんでしょうか。埼玉県草加市ですけども、東武スカイツリーライン八ヶ駅徒歩25分、うん、まずは遠いということで、ラウンド1のね、はい、なんと敷地内にすごいっすね、これは8月1日にオープンしました。ゲーセンがあるようなところに。そうなんですよ、まあ、ゲーセンはあるか、まああるですね、はい。2号店まさかこんなところにできると思いませんでしたが、1号店はですね春日部八木崎駅というところにございまして、こちらの去年1月に訪問してるんですね。だから早めに2号店ができたということになりますが、はい、まさかねここですよ、ね、ここ遊んだ後に。そうなんです、で、まあ、ラウンド1ってね何年か前にあの駅から遠い店舗は全部無料バスがねあの運行されてたわけですけども、草加店にもあったんですが今廃止されちゃったんです。ないですね、はい、なので最寄りのこの駅それから、隣草加竹の塚こうバス出てるんですけど、あの有料のね、バス出てるんですけど非常にね本数が少ない、なので、まあ、調べてもないということがあるんで、車でもう行っちゃいましょう。ラウンドはねやっぱ免許取り立てでね来るとかあんで、そうっけ、友達とね、はい、で一緒にで絡まれてあの怖くなって行かなくなるっていう、はい、そこまでセットなんでまあまあいろんな、ね、方がいますから、センサーマーク舐められるんでね、はい、オラって言われたらもう顎で食らっときましょうということですよ、はい、これは、ラーメン豚ラーメン汁なし豚汁なしと、はい、限定麺この日は辛いやつでしたが、私は今回、豚ラーメンのですね、大盛り 450g と、まあ、100円トッピング、もろもろ、たっとりましたら、あー、すり鉢で弱丼だー、でかいなー、豚ラーメン大盛り450、野菜増し、ニンニク増し増し、油増し増し、チーズ、味付き、もみのりなどというものを買っておりますが、まずですね、増し増し1コールにつき100円なんですね。はあ、はい、で野菜増し増しは前回ね、とてつもねえ量だったんで、今回増しに抑えてきました。はい、はい、増し増し分の油とかもありますが、通常のラーメンだと、豚は、1枚ですね、はい、豚入りだと2枚になります。だいぶでかいですね、これ1個は定型ですわ、はい、お腹空いてますというとですね、なんと並の麺を350に増やせます。そんなことあるんですか。はい、そういうシステムで、それ以上の場合は大盛り券買ってね増やしていくよというシステムです。カツカベも同じです。なるほど。ドゥドゥでいただき、わあ、俺の食感がですね、ギュッチチュッチュスクラッシュスって感じですね、はい、顎で食らえという店名、これ具現化されてますね、はいはい、本当にまずはこの豚で、まあ顎で言ってくれよというのが必死伝わってくる豚でございました。味付け自体はね、マイルドなんですよ、なので肉の味ギュチを心ゆくまで、まあ、楽しむタイプかなと、はい、食感を楽しむ豚さんということでまだ覚えておいて、いただきたいですね。これね顎がきます、あ、まあそうですよ、全然きてます、満腹感がね、いやきますね、咀嚼も何度もすることで、あとはおっ豚のこのあ足みたいに、これアルペンの看板かと思いました。尖ってますけども、はい、じゃあさ、ひずめではない腕肉ではあるんだけど、そここうなんないだろこのまま入れないよと、豚足になっちゃうからね、ブラックペッパー洗い噛み砕くほどにですね風味広がるから、やっぱ計算されてますよね、何度も咀嚼するならやっぱこれ粗い胡椒がですね、はいはい、ということですね。豚マイルドの味付けなんで、こう胡椒を足した時のパンチの足しがいがあるなと思いました、ぜひ、直接かけてほしいということですね。さあスープもねじっかり見ていきますよ、よいしょ、あ、一発目のすくったスープはこんな感じですけど、ちょっとこうすくってみて内部を見てみると、あ、まあ、まあ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 、やや濁りなんで、これ微乳化ではないでしょうかという感じですね。微乳化かな、まあ微乳化だな、バランスタイプのお味、しょっぱさ5、甘さ3、うまみ2、あ、これ10になるよね、自分でやってあと1何かなと思っちゃうから、肉がね、はい、ハイパーギュチモスなんでね、かじって食べてる間に汁を入れるという、ね、食べ方も奇怪なうまさがありました。奇怪なうまさ、こんな味になるんだみたいな、こうやってみて、はい、ぜひやってみて、奇怪なんだ、美味しいんですよ、美味しい、あんま表現使わない方がいいですよ、じゃあ機械とか美味しいですよ、
まあ油の中にねでかいのも入ってたりしましたが、野菜のシャキ寄りの茹で加減ですね、うん、すり鉢なんでね、まあ標高低く見えましたけども、うん、マシでもね全体に広がるぐらい野菜入ってますから、はい、マシマシくらいあると思っていいと思います、はい、だからもう野菜をマシマシ圏でもう増やしたらですね、相当食べられる人じゃないと怖いよという気がしますね、そして油プレー油かなと思いました、あるいは味がついてたとしてもマイルド、液体油多めコテコテ油タイプですね、油は別のがまたここにあります、あそうか、はい、さあ麺いってますが、あミニ150、波250、お腹空いてますが350、それから大盛りが351から500、501g から2枚になりますね、はい、まあ厳密に351にする人はいないと思いますけども、はい、ゴワゴワわしわしバキバキということですね、もうだから硬い麺の二郎系の王道を行くような、うん、本当に全部顎で食らうような、そうなんですね、ぶれないですね、超極太のこれね自家製麺なんですね、はい、春日部の時と同じ力でねじ伏せる系でございました、はい、食べ応えすごい、ね、豚の強さと麺の強さ、これ天命を裏切らず地で来てるよという感じですから、ね、まあよくね結構パワフルな名前にしててもああこれぐらいかなっていうラーメン屋さんもある中で、はい、これはもうラウンド1行ったら、うん、ラウンド2になりますね、よいしょここで食べてね行ったらね、まあ、こっちはラウンド2にする方もいるかもしれないですけども、はい、先ラウンド1行ってこっちラウンド1、何言ってファイナルラウンド、すいません、こっちをラウンド1にする方もいるじゃあ、ってですか、向こうをラウンド1にしてこっちをラウンド2にする人も、あこっちをラウンド1にして向こうをラウンド2にする、もういいややからニンニク、はい、まで進んでおりました、いろんな具材がね歯応えすごいですけど、うん、食材の味とかは、うん、まあ、食べやすくなってると、うん、でニンニクもそんな辛めじゃないっていう、なるほど、はい、あそして別の油はねヌッペフォームみたいなでけえ油入ってました、うん、おなじみ肉の妖怪で、そうそう聞いたの調べてみてね、ヌッペフォーム入ってるんで、はい、さあ、どんどんいきます、チーズね、あチーズね、うん、これねスライスのチーズが1枚だけでかいのがデロンと入りますんで、どこで食べようかっていうのもあなた次第です、はいはいはい、僕はちょっと溶かしてから、まあそのまま味が乗ってない野菜と一緒に食べるのが美味しかった感じです、ね、海苔もそうなんですよ、韓国海苔だと思うじゃないですか、うん、違うんですね、うん、まあ、まり長方形の海苔に味付いてるやつあるじゃないですか、味付き海苔、あれのバラバラに砕いたタイプのやつです、下手っすね説明が、あれなんていうんですか、味付け海苔のバラバラのタイプです、はい、日本風の味です、はい、しょっぱさにね甘めのもの組み合わさると、うん、もう舌の上で対比効果生まれますから、うん、美味しかった、うん、プラス、うん、やっぱねこのパラパラパリパリ海苔が僕好きなんですよね、なのでもうわさっと増してこうパラつきをまとった麺というのがね、良かったね、これでも意外と初めて出会うかな、あそう、味がついててバラ海苔みたいなやつは、はい、ぜひ買ってみて、ここだけなんで、はい、さあ突破レベルはうおー 4.7 だいぶですね、だいぶしょっぱい、そうなんです、時止まっちゃって、はい、時の中でも少し動き出すという感じがありましたんで、当然実質とはなってましたが、はい、しょっぱ度はすごいという、カラネコールねないんです実は、はい、なので 4.7 のかなりの危険分子です、これは、はい、様子を見ながら、まあ、対応してくださいということですね、でもそこからすくっていくと結構濃いんで、ね、混ぜてからこの対象を使ってもいいかもしれないです、はい、とはいえですねこれ別皿油に投入して、辛め油なんてのを作ってもよかったんじゃないかと、それが見れるんですね、ああこれはねもうねちょっとやり忘れてますね、ただ、はい、ここでなんとですね気づいたことに、バンプオブチキンがずっと流れてるなと思って、ちょっとねきつくなってきた時に偶然僕のお箱ですね、車輪の歌が流れ出したんですね、ユドラシル、ただユドラシルから金を失言したから、ハマハマでも箸が進まないと見せかけてこれねリズムに乗ってますからねこれね、よくこのやつになってますね、テントにありますけど、さあここでねバンドをかじってる友達がよく歌ってた、バンプ参戦ラフメーカーあるいはカルマ、まあちょっとが多いですね、やっぱちょっと世代を感じますが、僕はねセーリングデイズとかをねワンピースとかねよく歌って喉を壊してましたが、はい、
スーアゴネくらいは 93.15 です、うん、あ草津行こうね。おっと、あーさすが、うん、調べてますね。草津にもなんと二郎系できたんですよ。あ、ごめんなさい、これ草津だと思ってました。これどこでいたっけ。これはですね、草加です。あ、そうだ、草で草の字は草で覚えてたんだ。合ってますけども、あ、うっかりうっかり、草津にもできました、はい、草津にもできました、草加埼玉でございましたが、はい、顎でくらいさん、まさかね、はい、ラウンド1にできてしまうとは、うん、まあ、ただ僕ね、これね、すごいいいことだなと思ってまして、はい、あのラーメン二郎柏店が、うん、あのパチンでけえパチンコ屋に移転して、うん、パチンコ屋の中で行列を作り、うん、まあ、涼しいし雨にも打たれないし、うん、駐車場もでかいみたいな利便性で成功したわけですよ、うん、で、うん、それを見てか見てないかで多分ラウンド1でもいけるなと、なるほどね、うん、多分思ったんだと思うんですよね、うん、それから店内がね、うん、ウルトラ清潔感があったんで、あの別にラウンワン行かないよって人でもね、うん、普通にデートとかで使えるお店だと僕は思いますよ、ね、はあ、まあ、出てくるものは破壊するものなんですけども、まあ、はい、人を選んでそうなんですけどね、はい、あとね、あの店内に、うん、あのマジック置いてまして、うん、壁に好きなように自分の宣伝をしていいと、後ろに書いてますよね。そうそうそう、僕もあのマジマジ TV 書いてました。どこに書いたか、うん、見つけてくださいということですね、うん、っていうような楽しい楽しい、うん、顎でくらえ、うん、ラウンドワン総査点でございます、うん、ごちそうさっ、thank you.